さあいよいよ参りたいと思います、はい。まずはですね、ミニマム級からライト級までの今年1年を振り返ってまいりましょう。WBA は新田豊がチャナポーパオインを破り王座につきますが返上、クイーンになった王座をかけ1月に星野慶太郎とガンバ小泉が激突。 WBC は強打のメキシカンホセアントニオアギーレ、リカルド・ロペスの後継者の呼び声高いアギーレは今年来日、ウルフ時光の挑戦を退けるなど安定した強さを見せました。 IBF は今年4月にタイトルを獲得したロベルト・レイバ、 WBO はコロンビアのケルミン・グアルディアがタイトルをキープしています。WBA は2階級制覇のロセンド・アルバレス、 WBC は韓国唯一のチャンピオンチェン・ヨサム、メキシコのホルヘ・アルセが暫定王者に認定されています。 IBF の王座にはメキシコの小さな巨人リカルド・ロペス、ミニマム級時代22度の防衛は歴代2位、その強さは未だ衰えを見せません。決定戦でアンディ・タバナスを壮絶な KO で下したトリニダードの弟分ネルソン・ディエッパは WBO の王座についています。フライ級は生きのいいチャンピオンが揃っています。 WBA はプエルトリコ系の26歳エリック・モレル、 WBC は今年3月マルコム・ツニャカオを1ラウンド KO で下し王座に駆け上がったボンサクレック・ウォン・ジョンカム、日本でも浅井隼人の挑戦を退けるなど圧倒的な強さを見せています。 IBF はコロンビアのイレーネ・パチェコ、 WBO はメキシコの新鋭フェルナンド・モンティエルが3度の防衛に成功しています。日本にチャンピオンが2人いるのはこのクラス、今年3月レオガメスからタイトルを奪い WBA の王座についたのはセレス小林、9月には初防衛にも成功しています。この対抗王者には徳山雅典、最強挑戦者ジェニー・ピニャロサの挑戦も退け WBC のベルトをキープしています。 IBF はフェリックス・マチャド、 WBO はパナマのペドロ・アルカサールが王座に君臨しています。フォーリーアイラの剥奪でクイーンになった WBA のベルトを奪取したのはエイディ・モーヤ、10月に行われた決定戦ではアダン・バルガスを豪快な KO で下し王座についています。 WBC は攻防兼備、日本でもおなじみのウィラポン・ナコン・ルアン・プロモーション、 IBF は向かうところ敵なし、バンタム級最強の呼び声高いティム・オースチン、 WBO はパナマのマウリシオ・マルチネスが覇権を握っています。戦国の様相を呈しているスーパーバンタム級、 WBA はベネズエラの古豪ヨベル・オルテガが正王座を獲得、 WBC は技巧派ファイターウィリー・ホーリンがタイトルを保持、 IBF はリーロ・レジャバを破りフライ級に続き2階級制覇に成功したマニー・パッキャオ、 WBO はコロンビアのベテランホルヘ・パボンとの決定戦を制したドミニカ共和国のベテランアガピト・サンチェスが念願の王座を獲得しました。WBA はスピードとうまさを併せ持つスレンダーなサウスポーデリック・ゲイナー、 WBC はメキシコ人同士による統一戦が行われ正王者のグティエス・パラスを暫定王者のエリック・モラレスが判定で下しタイトルを奪取、 IBF はベテランサウスポーフランキー・トレド、 WBO はハメドが持っていたベルトをめぐりイストバン・コバチがハンガリー初の王者となりますが地元で行われた初防衛戦でフリオ・パブロ・チャコンにまさかの TKO を負けチャコンが初の王座についています。レベルなチャンピオンがしのぎを削るスーパーフェザー級、 WBA はキューバの主砲ホエル・カサマヨル、 WBC は今年1月ディエゴ・コラレスを一方的な試合で下したフロイド・メイウェザー、名実ともにクラス最強の呼び声高い次世代のスーパースターです。ディエゴ・コラレスの返上によりクイーンになった IBF の王座を獲得したのはテクニシャンスティーブ・ホーブス、そして WBO のベルトを保持しているのは29連続 KO の記録を持つアセリノ・フレータス、ホエル・カサマヨールとの統一戦に注目が集まります。
WBA は畠山からベルトを奪取したジュリアン・ドルシーが地元フランスで初防衛戦を行いますが、アルゼンチンのラウル・バルビに判定負け。バルビが2度目の挑戦でタイトルを獲得。 WBC は強打とタフネスを併せ持つホセ・ルイス・カスティージョ。 IBF は地味ながらも堅実に王座を守り続けるポール・スパダフォーラ。 WBO はドイツを主戦場にするウズベキスタンの英雄アルツール・グレゴリアン。すでに5年間で14度の防衛を続け安定政権を築いています。ということで9階級の4団体のチャンピオンをずらっとご紹介いたしました。出てきましたね、はい、さすが9階級もう印象にバーッと通り過ぎてしまいましたけど、いやでもね、印象に残るチャンピオン確かにいましたね。小泉さん、どういう印象に残りました？まあその築36名の世界チャンピオンですね。やはりそのチャンピオンと呼ばれるだけの実力を持った選手たちがその王座についてますよね。はいはい、確かに一つのクラスに一人しかそのチャンピオンいるべきではないっていうのはこれはですね、その理想論ですよ。ただ現実的にはですね、もうこれだけ認定団体分化してたらですね、この現実認めないといけないと思うんですよね。まあその中で各々のチャンピオンがですね活躍してるっていう現状をですね、まあ認識しましたよね。浜さん一言、はい、まあ、やっぱり、日本の選手がその中に2人出てきたと、うん、嬉しいことですね。というお話もありました。さあこれからが本番でございます。9階級の中で目立った試合、そして、そういった選手にですねスポットを当ててみました。いきましょう。まずはこの試合ですね、8月4日に行われました。放送日は9月9日です。ホーリー・アヤラ対、クラランス・アダムス。アヤラとアダムスが素晴らしい試合を展開しました。浜さん、この試合印象に残ってますか？ですね、アヤラが1階級上げてパワーで全然引けを取らないというのがやっぱり印象に残りましたね。確か小泉さん2対1スプリットデシジョンだったんですよね。そうですね、しかしよく攻めましたよね。まあ、素晴らしい試合だったと言っても、まあ、決しておかしくない、試合。まあ、あやらの構成にあらやと思ったんですね。はい、はい。続きましては2月10日にオンエアいたしましたメイウェザー対コラレス。浜さん、コラレスがですね、あっけないというぐらいに、やられましたけど、結果はそういうふうになりましたけど、メイウェザーが一瞬たりとも集中力を切らさなかったっていういいところが出ましたよね。ちょっとでもほっとした瞬間があればやっぱりコラレスにつけ込まれたでしょう。この時に小泉さん、事実上の、ね、頂上対決だろうこれはとそのように言われましたが、素晴らしい熱戦でしたよね。確かそうですね。まあ、IBF のチャンピオンだったこのコラレスがですね、まあ、統一戦実現しないと思ってですね、もう王座返上して上のクラス上がろうとした時にこの試合が決まったんですね。はい、まあ、実質的な本当に実力最強同士が戦った試合ですね。結局はメイウェザーが統一に成功しています。続きましては IBO のタイトルは一応かかっていますけれども、ハメド対バレラ、このカード名で、お客さんを呼びました。浜田さん、これはハメドが、ね、初めて負けた試合なんですよね。そうですね。それとバレラが勝つことに徹して、そして研究しましたね。まあ、しかし、非常に見応えのある試合でした。ラスベガスの MGM グランドガーデン。この試合勝ったバレラの方を褒めるべき、非常に頭脳的な試合展開をしましたね。まあ、この辺りはですね、相次いでイギリス人が敗れるということもありまして、ちょっとイギリス勢がへこんでいる時でありました。この後にレノックス・レイスもね、確か敗れるんですよね。そうですね。まあ、ハメドを攻略するにはこのようにやればいいという、お手本をバレラが示して見せた一戦であります。マルコ・アントニオ・バレラ。12 rounds.
続きましてはこの試合ですね、4月16日にオンエアされたものです。2月に行われていますが、メキシコの両雄が統一をかけて激突いたしました。エスパダスジュニアとエリック・モラレス。まあ、浜さん、この試合はどのような観点から見ましたか？まあ、モラレスが、まあ、原力ありましたからね、それで1回1を上げて本領発揮というふうに思ったんですけど、やっぱりフェザー級の壁ちょっと厚いかなと、まあ、勝ちはしたものの厚いかなと思いましたね。続きましてはリード・レジョバ対マニー・パッキャオです。この試合は6月に行われたものであります。小西さん、これがね、まあ、東洋の力を見せつけたという感じになりましたよね。パッキャオが勝ちました。まあ、いろんなラッキーな面もあったんですけどね。ただですね、この非常に攻防兼備なそのチャンピオン、はい、レジャバからですねタイトルをもぎ取ったっていうのはこの星は大きいですね。そうですね。パッキャオが派遣ダッシュです。オビラゴイノックアート・グリゴーヤー。そして、この選手、アルチュール・グレゴリアン、防衛回数なんと14、ライト級もう一人の優とこのように言われています。グレゴリアン、まあ、14回防衛するだけの道具持ってますよね。まあ、ツールがあるということで、アルチュールですね。グレゴリアンです。はい、なぜ武器と言わず道具と言うのかなと思ったんですが、はい、そういうことでしたか。アルチュール・グレゴリアン、強さを発揮した試合であります。Finito López。 そしてミスターパーフェクトの登場です。メキシコの生んだ小さな巨人、ロペス対ズラニ・ペトロです。浜さん、相変わらずロペスというのは階級上がっても強いんだなという印象ですね。階級上がって戻ってきたな、強さが戻ってきたなという感じでしたね。はい、しっくりきたんでしょうかね、その辺はね。やっぱり今まで、減量もきつかったでしょう。戻ってきたリカルド・ロペスという感じでしたね。遠い時から打つストレート、それからアッパーも健在でしたからね。戻ってまいりました。ミスターパーフェクト、またまた勝ち始めております。ロペス。そしてブラジリアンボンバーの登場です。どこまで続く KO ショーという感じで、今シーズンは本当ノックアウト劇を数多く見せてくれました。皆さん、本当に気持ちのいい選手ですよね、見ててね。ただですね、荒っぽく振り回すだけでなしにですね、結構当てるタイミングがいいんですね。その上にパンチがありますよね。そして人気もかなりもう頂点に達しています。これは続いてアルフレド・コティ戦です。まあ、この試合初めてですね、はい、ノックアウトできなかったんですけど、これも一つの試練だと思いますね。いい経験だと思います。プライベートでね、いろいろあったんですが、はい、それを乗り越えて、まあ、勝ちはずっと続いてるわけですからね。大したものですよね。はい、しかし軽量級ながらね、本当にスリリングで、でダイナミックな試合が本当に多かったですね、今年 ね、近年こういうねスリリングな試合、はい、KO シーンがよくね軽量級でも出始めていますが、はい、浜田さんはどういう印象を、今のずっと VTR 続きましたが、まあ、やっぱり最初に出たハメド、そしてバルラ戦ですね。やっぱり、その、まあ両選手ともいい選手なんですけど、ハメドが負けたということで番狂わせっていう、まあ、声も大きかったんで、未だに印象に残りますね。今後にね、ストーリーがずっと続いていきますもんね、ハメドの負けということがね。まあ、ですからハメドも負けるんだというふうに、まあ、見せた試合でしょうね。そうですね。小泉さんの印象の残った試合は。私はマニパッキャオとリーロ・レジャバですね。はいはい。まあ、このパッキャオの一勝でですね、その東洋人 その選手の株が上がりましたよね。そうですね。まあ、それだけ劇的なその勝ち方、しかも倒してですからね。だからマニーはですね、この試合でビッグマニーをその獲得すると思います。今後ですね。はい、わかりました。時間を押しています。今日はいっぱい盛りだくさんで次行きたいと。